人気 FPS ゲーム「コール・オブ・デューティー・モダン・ウォーフェア」の日本代表決定戦。すげえな。コール・オブ・デューティーは戦争を題材とした基本5人対5人のチーム戦で行うシューティングゲーム。決勝は絶対王者リバレント・バーテックスと古豪スカーズが対戦しました。試合は5ゲームのうち3ゲーム先取した方が勝利となります。すごい判断必要なんだよな。第1、第2ゲームを先取したリバレント・バーテックス。迎えた第3ゲームのドミネーションは自陣近く、マップ中央、そして敵陣にある3つのフラッグの取り合い。マップ中央にある B のフラッグを確保することが勝敗を大きく左右します。前半早々仕掛けたのは王者リバレント・バーテックス。長い。まだ2分だぞ。点差が20開きそうだ。いや、こんなに続きますか。3つのフラッグを確保してスカーズとの点差を大きく広げていきます。まだ3点。これ3枚で前線トロッコエリアを上がってくる。すごいな。後半もリバレント・バーテックスが2つのフラッグを確保。つけいる隙を与えません。固めてますし、まあわよくば乗る感じですね。乗るっていう感じで、リスが変わった瞬間に乗るっていう感じなんですか。この場面ではスカーズが B のフラッグを奪おうとしますが、あ、待ちかねてんな。右側から C のポイント踏みましたが、いやこれやばいぞ。いや、稲葉がずっと前。いや強い。止められない。リバレント・バーテックス稲葉が正確な射撃でこれを阻止。すごっ。反射神経。その勢いのまま第3ゲームも奪ったリバレント・バーテックス。王者の風格を見せ世界大会への切符を手にしました。ヤミー。